ないです。いやー、ご飯バタ物件がねー。いや、私生理前なんですよ今。さっきご飯しっかり食べたの。あのね、揚げ物2つとおにぎりとなんかでっけえ鶏肉みたいなのがあるんですよね。それは食べたしさ、足りんよね。足りるわけがないさ。やけんさっき私はセブンアナホーリンでこれば買ってきたっけ。あ、これ温めんばやん。めんどくさかな。直食いしちゃ引く。直食いしたらお前ら引くかい。運動じゃ巻き返せんぐらい食うさね、生理前は。いただきます。うまい。こういう系のパン美味しいよね。小学校のナンバー思い出す。この前もさ、友達と何ご飯行った時にさ、私があんまりにも食べるもんやけどさ、友達ね、お前めちゃめちゃ大食感やねって言われてさ、でその時は あうん、そうやねつってさらっと流したけどさ、その後家に帰って大食感意味で調べたらさ、大食感とは大食いの男のことって書いてあってさ、おい、まあいいよね。うん、違う。なんかこういうなんか、もう男でいいよみたいな発言すると自称サバサバ系女子って思われる。いやいやいやだ。私動画撮るときはそのちょっとあえてね、あえてそのちょっと口調が強くしてさ、なんか言う撮っとるみたいなとこあるっさね。普段そんな友達とか目上の人と喋るときめっちゃ言葉選びながら喋るし、木とかもめちゃめちゃ使えるし、だからあれだよ、木とか使えるからバスケ部のマネージャー入ったんだよ。高校生の頃男子バスケットボール部のマネージャー入ったんだよ。まあ半年で辞めたけど。なんかさ、この家庭内きりの動画をずっと上げてるだけやけんさ、そのね、視聴者の子はね、なんかニナニちゃんほんとなんかサバサバしてて好きですとか言ってくれるんだけど、マジで弁解したい。全然サバサバじゃないからね。文句とかは本人には言わないで後から陰でぐちぐち言うタイプですよ。全然そっち系ですから。もう男っぽいとこなんて一つもないです。もうね、私生理前になると決まってある考えにいつも至るんですよ。たどり着くんですよ。それが歌のお兄さんにも性欲あるってマジの話っすかっていう。月1で毎回こういうこと考えちゃうの。まあ、歌のお兄さんに関わらずと、歌のお兄さんにだけに越したことじゃないよ。で、まあ、歌のお兄さんが分かりやすい例えやん。人間全員よ。人間全員、私も含めて、なんか、性欲悪いって考えたら、マジ具合悪いってなるさ。美味しいけど、これカロリーいくつだ ?294? うん。終わったな。終わったよ。いや、まず歌のお兄さんに謝らんばよね、私は。ごめんなさい。やっぱその歌のお兄さんってさ、まさか性欲あるって思わんやん。けどあったよ。どういうことやってなるやろ。なんかもう、なんで人間は、じゃあなんで神様は性欲とかっていうもんをなんか与えたのかな、人にって思うんですよ。一番いらんだろ。うちらの世代ではパワーアップ体操っていうのを歌のお兄さんがよく披露してくれてたんですよ。多分ね、私と同年代の人はめっちゃ懐かしいっちゃうけど、やば、なんか涙出てきたっちゃうけどって多分言ってると思うよ。そんくらい懐かしいよ。なんかな、なんかパワーアップ体操って言うんだね。なんか行ってきまーす、イエイ、ピーヨ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 、でずっと爽やかなお兄さんがやってくれるんですよ、テレビの中で。子供の頃は当然になんかそのパワーアップ体操の歌を聞き流しよったけどさ、冷静に考えたらさ、意味わからんさね、歌詞。他にもね、意味わからん擬音の歌詞とかあったんすよ。何やったっけな、なんかちょっと普通に楽しくなってきたわ。思い出していい？あー、そうやった、そうやった、そうやった。そう。たらたらたじゃんけんぽ、じゃんけんぽ、たらたらたらた。さあ、お兄さんは今日はこうでした。パワー、パワー、パワー、パワー。みたいなさ。で、そのじゃんけんし終わった後は、そのお兄さんの周りにうじゃうじゃいる子供たちが急にこの円を描きながら全速力でダッシュしだしてからの感動のフィナーレでしたね。懐かしいわ。何やったとやろうね、あの歌。カツオさんパワーって歌詞もあったけど、ね、今考えたらゾウさんパワーってね、ゾウさんパワーってよかとかな。意味深じゃない？意味深ですよね、ゾウさんパワーって。もうやばいから、普通にパワーアップ体操の歌詞見ながらこれは意味深だとか言ってんのが気持ち悪いから、もう自分で、もう今の自分の思考回路が終焉迎えすぎてるんですよね。でもなんかこういうなんか歌のお兄さんにも性欲あるんかいなっていうモードに入っとる時ってある意味冷静さを取り戻しとるさね。やけん割と楽なこともあるんですよ。
なんか時々さ、おるでしょ大の大人でさ、お前なんかなんでそんな怒るってぐらいさ、人に怒っとる人って時々いるじゃん。むちゃくちゃムカつくうるさいやつとかおるやろ。なんかそういうやつがおっても、なんかこういうモードに入っとけば、ああ、でもこいつ人とキスするときはおとなしくなってから目をつぶるだろう、そっとおとなしく目つぶるんかい、こんな怒号響かせとっとにおとなしくキスするとき目つぶっとるんかい、じゃあもうよかわってなるさね。あとはこの人いつも怒ってるけど、この人もなんか赤ちゃんだったときってあるんだよな。お母さんのお腹から産声上げながらなんか出てきたんだよな。あ、じゃあこの今の怒号はあれか、産声の延長線上かなみたいな感じでね、なんかね、割となんか冷静にね、冷静になるんですよ、自分がこういうモードに入ってると。なんか全てを許せるさ、怒りっていうなんか無駄な感情、まあでも生理を抜け出した瞬間、なんかなんでこんな思考回路になっとったとやろう自分ってね、思うとけどね、毎回毎回思考が変わりますね。面白い女でしょ、なのにさ、面白い女っつってさ、私はさ落とせさって思うさね、そこら辺の男の人は。何ばしよったか、もた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 ちんたらちんたら。なんかさ、時々男の人が言うじゃん、なんか待って、口にチョコついてる、こう、もう口にチョコつくけん、これ後で食べる、いや、男の子が時々言うじゃん、なんか、え、まるまるくんモテそうじゃんっていう女の子に対して、え、じゃあ付き合うって言ったら、それは違うって言われてムカつくっていう話をさ、よくざする人いるじゃないですか。けどなんか私最近その気持ちわかるんですよ。男の子の知り合いとかからさ、いや、お前マジで彼氏できると思うよとかね、言われるんですよ。え、じゃあ付き合おうよみたいな。え、じゃあお前が来いよ。お前何しようって。お前があの彼氏できるよ、大丈夫だよ。うん、じゃあお前がなってくれるか。そういう話になってきますから、なんかその期待させてほしいよね。変なこと言わんで、なんかもうモテそうとか言わんでほしい。まあんま言われんけど、ほんと三大欲求の中で性欲っていうのが一番いらんよね。なんかだいたいさ、人がさ道踏み外すのってさ性欲からやん、思わん？だってさ、食犯罪とかないやん、食犯罪とかない、民犯罪とかもないやん、けど性犯罪ってめちゃくちゃあるじゃん。一番嫌よね。ピーよピー。いや、歌のお兄さんの性感も嫌よね。嫌わ。顔を洗って僕の手のひらお日様に見せてって言ってるけどさ。でもお日様が照ってないときは何してるか分かんないよねって思って、これ多分私が気持ち悪いだけだよね。こんな私でさえも面白い女っつってね、まあ落としに来てくれる男性いましたら、清き一票をよろしくお願いしますよね。チャンネル登録お願いします。何でもするから、伝わしたから、チャンネル登録。